林さん、まず、ホンダロック戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。どうも。監督、これ、リーグ戦初勝利っていう言い方でいいですよね。はい、そうですね、リーグ戦は初勝利です。3試合目にして。はい。改めてホンダロック戦振り返っていただきたいんですけど、どんな試合だったと言えますか？最初から、まあ、もう開始1分で攻めてコーナーキックもらって、そこで点を取って、まあ、ちょっと、奇策っちゃ奇策をして、今日がロングボールすごい蹴るチームだったんで、ターゲットに向かって、アンカーに大きい選手とセンターバック大きい選手で三角形でそのターゲットを積み込むって442のちょっと奇策で最初出て、はい、まあそれを抑えて相手がつなぎ出してこっちもちょっとシステム変更してみたいなことをやりつつチャンスをまあたくさん作って、結局17本打ったんですかね、あの時は。おそれで、まあ、相手、まあ、攻めてたら相手のキーパーがちょっと退場したりもして、いい試合ができたなっていうふうに思います。なかなか点を決めるのは難しいんですけど、サッカーは。うん、もう3点目は完全に哲夫さんのキャンセルですし、なんなら試合前のミーティングに思いっきり僕、プレイキャンセルっていう言葉と、決められたフォームを遂行するだけって書いてたんですよ。そのせいで、こう、ボーンってロッカールームに貼ってたんで。前の試合でちょっと入んなくて、はい、いやーってなってキャンセル上もう一回やんないとダメな哲夫さんの、やっぱ哲夫さんずっと奈良クラブにいらっしゃるわけじゃないので、やっぱどんどんクオリティ落ちちゃうんで、それをもう一回ちゃんとみんなの頭と体にこう心にもこう響きかせないとダメなと思って、ものの見事にプレイキャンセルしてくださいました。今日のイベントを考えてキャンセルしてくれた綺麗にものすごい綺麗なプレイキャンセルしてくださいました。3点目がもうまさにプレイキャンセルそのものっていう感じ、そのものですね。相手の状態を見てキャンセルして、はい、それでズドンっていう形でしたよね。はい、もう完全にそうでした。で、改めてその中西さん、はい、中西さんがこう奈良クラブで俺はこんな指導したっていうのをちょっと教えていただきたいんですけども、まあそれ以前に、はい、どうぞ。はい、まあ、皆さんに分かっていただきたいんですけど、その別に僕だけの力でうまくいくわけではないし、もちろん久保選手に関しても中井選手に関しても奈良クラブに関してもその他の選手たちに関してもみんな各々自分がしっかり自分と向き合って努力を積み重ねたから、まあ、今の多分成功があると思いますし、僕はもうこの後も説明はしますけど、基本的に選手がうまくいく方法をちゃんと僕が言語化をして、でもしかしたら10回に1回しかできなかったことを10回に2回3回4回5回って増やしたりとか、うん、まあ、久保選手が一番例えば僕は一番こう教えてきた中ではもともとできてることが多くて、例えば10のうち6か7ぐらいできてたことをあと8、9、10、10分の10にするっていう作業を、まあ、常に考えながらやっていて、で今話をしたようにこう基本的にうまくなるためにはなぜ今うまくいったのかってことを言葉にできないと、もう一回同じことできないんですよね。だから奈良クラブの選手たちに対してもうまくいったのはこうこうこういうリーグだよっていうことを説明してあげて、で選手たちはそれに取り組んで、でうまくいった理由を、まあ、取り組みはするんですけど、相手が前にいたりとかキーパーが入ったりとか、でそれが練習試合なのか、それが公式戦なのか、で得点差が 0-0 のところなのか 1-0 のところなのか 0-1 のところなのかとか、いろんなこうシチュエーションによってこう選手のこうマインドが変わってしまうんですけど、まあ、それに対しても全部こう対処方法っていうのはもう完全に今回中西メソッドっていうもので言語化させていただいたので、まあ選手たちのそのあとは取り組みがちゃんとこううまくパチッとはまれば、まあ、今回の奈良クラブの3点目も水谷選手が決めたゴールもまさにこうシュートを打つふりをして、で打つのをやめてずらして、で外側から巻いてインカーブっていうショートだったんですけど、まあそれも完全に練習でやっていた形なので、まあそういうふうに公式戦でも出せるようになってきたってことは、まあまだ3試合目なんでちょっとこうなかなか難しい部分もありますし、僕も奈良クラブに実はもう3月の中旬に行ってからはこの5ヶ月ですかもう行けてないので、まあ、そういう意味では多分林さん多分延べ10日ぐらいですよね、僕が練習したのは。そうですね、トップチームでつきっきりやったのはそれぐらいですね。そうですよね、はい、
改めてこう僕ちょっと伺いたいなと思ったのが、中西さんがこうゴール前のチャンスからはまあ俺の仕事だってこうおっしゃったと。はい。で、そこで僕の中でも中西語録になってるんですけれども、チャンスはマイキーが作ってくれと、チャンスからその先ゴールを決めさせるのは俺の仕事だって中西さんがこうおっしゃったっていうことなんですけど、それは、お二人に聞きたいんですけど、これは本当ですか？はい、もう僕はがっつり言われました。はい。もうありがたいなという逆に言い訳できないなとも思いました。これチャンス作れなかったらもう完全にもう僕のせいだから、これちょっと言い訳できないなっていうふうに思いました。あとそこまでやっぱ言い切れるのがすごいなっていう、逆じゃないですか。それがなんか最後の指導者に残された言い訳じゃないですけど、作ったんですけど決めきれなかったですとか、こんだけチャンス作ったらやっぱ最後決めるところで決めないとこうなっちゃいますよねみたいなのが、よくこう試合後敗戦の時に監督が口にする、指導者が口にする言葉なんですけど、その最後の言い訳に使えるところをきちっと、いやもうここ任せろって思ってくださったので、いやすごいなっていう、もう中西さん、これなかなか言えるセリフじゃないと思うんですけど、これこうどうしてそういう、こうセリフが言えたっていうのはどんな背景があるの？まず奈良クラブの選手たちがすごく僕のメソッドに対して素直に受け入れてくれたということですね、一つ目は。あとは自分自身にプレッシャーかけないと自分もそれに対していいことができないと思っているので、林真明さんとのインタビューで、フットボリスタのインタビューの時に出てたと思うんですけど、50点取るっていう話を、30試合で50点取れなかったらやめるって話をしたんですよ。その時、ちょっと笑い話ですけど、フットボリスタの対談した時は僕と林さんとあと1人しかいなくて3人しかいなかったのに、今こんなに何百人も聞いててくれて嬉しいっていうか恥ずかしいっていうか、もう逃げられないっていうか、でも本当にまだ3試合しかしてなくて、で3試合しかしてないんですけどもう5点取ってくれて、はい、1試合平均 1.66 点取らないと、はい、僕はやめるって僕言ってるので、でもちゃんと3試合で5点取ったから 1.66 にちょうど今日のこの対談に合わせて取ってくれたのかなと思ってそれはちょっと嬉しかったですし、実際その僕が取り組んでいるそのシュートキャンセルだったりとか、最後の最後まで選択肢をこう持てるようなボールの持ち方みたいなことが選手たちも少しずつ、この間のゲーム見ててもできるようになってきてるんで、ただもちろんそのシュート打つ瞬間にいかにこうフラットな感情になるかっていうことに関して言うと簡単にできることではないんですけども、ただ一つそれができたことによって今後こういうやり方がいいんだっていうことをよりこう理解してもらえるかなというか、多分聞いてる方々はそんな感情フラットにするってただそれだけかよって話かもしれないんですけども、基本的にサッカー選手たるものでもゴール打つ瞬間、シュート打つ瞬間、ゴールで決めたいと思った瞬間には力んだりとか、ちょっと早くシュート打ちたいなと思ってしまったりとかっていう、必ずそういう感情が入るんですよね。だそれがこういかにこう打つ瞬間にフラットにできるかっていう、ネガティブにもならないし、それから高揚もしすぎないし、ちょっと落ち込みもすぎないっていうようなイメージなんですけども、分かりやすい例で言うと、おとといの中村健吾選手のループっすね。はい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 。中村健吾選手、久しぶりに試合に出てきて、で、多分高揚もものすごくあったと思うんですけど、あの瞬間、完全にフラットだったんで。完璧なループでした。だから本当に、たまたま僕、中村健吾選手の息子さんも教えさせていただいてるんですけども、はい、よくその話を息子さんにはしてるんですよ。うん、で、試合終わった後に、完璧なループだったねって、連絡取り合ったら、中西メソッドですみたいな言ってきて。ちょっとそれは嬉しかったですね。感情は消すみたいな。なんかここに来て中西メソッドが一気にまたこう目立つ形でになってますね。いやでもそれは別に僕がその
僕よく言われるんですよ、久保選手を教えてるってことをその自慢したいとか、別に誰が教えてるのを自慢したいとかでもないし、その僕がお金儲けをしたいわけではないし、まあ、僕これ、まあ、まあ林君が今日いるから言っておきますけど、僕名誉のために言っておきますけど、僕は奈良クラブに行っててもお金1円ももらってないので。そうなんですね。いや僕はただですよ。僕は久保選手も教えてるのも全部ただですし、長友選手教えてたのもただですし、はい、僕は1円ももらってないので。すごい、まあ、もう一つ言うと、このホワイトボードの中西メソッドだって僕お金もらってませんから。そうですね。だからそれはそのみんなになんか僕が自分がすごいって言いたいわけでも全然なくて、僕はたまたまいろんな人のおかげでいろんなことを知って、でしかも実際久保選手が今ラリーガーであれだけのプレーをしていて、で自分としてはあこういうことやってきたことはこれが良かったんだこれが良かったんだってことは分かってるんで、それをもう皆さんになるべく多くの方にお伝えしたいっていうことで、まあ、実際やっているので、まあ、そこは僕がそのすごいというよりは、すごい人がたまたま僕のことやってくれてるだけっていう認識ですよ。でも、マイキさん、はい、実際こう、中西さんのトレーニングを見て、はい、やっぱすげえなって思ったわけですよね。はい。どのあたりが？まず自分がやりましたから。まず中西さんが、まあ、グランデ最初去年僕が GM だった時にアカデミーに来ていただいて、はい、で本当小さい子供たちを教えて、うん、でその教わってる子供たちを見ながら自分もこそ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 端っこで何こそこそやってたんですけど、それを見た中西さんが僕にちょっと一言パッてこうアドバイス言ってんって思ってやってみたら、うおーみたいな感じで、これうまくなってるわって思って、やっぱり指導者も体験しなきゃダメだなと思って、それ以降中西さんが去年アカデミーに来ていただいた時はもう来ていただいて、まず最初に指導者にアカデミーのコーチたちにもうガチガチのこう、まあ、講座みたいな形でしていただいて、もうこうね映像を見たりとか論理的にこうね今日こんなことやるよって、でその後みんなで一回外に出てフットサルコートでコーチたちがみんなやるんですよ練習を。練習を実際にまたこうやるみたいな、中西さんが子供たちを教えて、で、教わったコーチたちが、中西さんが次奈良クラブに来てくださるまで教えるみたいな感じなんですけど、まあまずコーチがめちゃくちゃ上手くなりましたからね、びっくりするぐらい。それは事実です。はい、普通にその元プロの選手たちが、いやー早くもっと早く出会った中西さんに出会っとけばとか言ってて、中西さんが、いや俺も俺に出会ってればとか言って、そんな感じなんで、そんなんね、僕が一番現役の時に知りたかったですよ。なるほど。まあ今日聞いてくださってる方は、僕現役の時の僕を知ってると思うんで、そんな中西ってそう別にボランチとか守備の選手なんで攻撃の選手を教えられるんだと思うかもしれないんですけど、いやもう今僕は今が一番本当にいい状態なので。おそうなんですね。そうですね、今一番自分としては、まあ、50もうすぐ来週51になりますけど、はい、まあ、一番いいそのキックも蹴れてるし、一番いいドリブルもできてるし、うん、あこの動画出しちゃってもいいですか、ちょっと。ああそうですね、まあこれたまたまこれ今日撮影やってたんで、撮影の時に、はい、まあ、今日撮ったまあ、シーンなんですけど、キックのシーンで、まあ、これはまあ右のインカーブで、まあ、上から落とすキックなんですけど、はい、これ51歳まであと1週間の男のキックですから、まあ、なんとかやれんじゃねえかっていう、まあ、これキーパーの、まあ、ステイコースから落ちてくるボールなんで。おお、左足もこれですね。そうですね、右も左ももう今は左右差ないんで、ほとんど。僕、先日、中井拓宏選手のトレーニングにちょっとお邪魔させていただいて、で少しお話聞けたん、中井選手にお話聞けたんですけど、今日のトレーニングどうだったって言って、いや、本当にすごく今日、まあ、うまくいきましたって言ってたんですけど、ただ僕より全然中西さんの方がうまいんでって言って言ったんですよ、ね、それは冗談だよ、冗談。いやでも一番うまいのは中西さんですよって言われて、だからレアルの、ね、人がそういう風に言うっていうことが衝撃的で、で実際今こういうふうに動画見てもやっぱり両足で
こういうふうに、まあ、つまり大人になってからも上手くなるってことですよね。それはもう間違いないと思いますし、ただまあ、一つからくりがあって、はい、僕は選手たちに教えてるときはもちろん選手相手にやってるから、選手相手にはまあこうトレーニングで教えますけど、まあ、敵が別に本気でやってきてるわけじゃないんで、うんうん、敵がいなかったり敵が本気じゃなかったら多分めちゃめちゃうまくできるだけで、あ、なるほど、人がいたり本当に敵が本気で来たときはそれはできるかも分かんないですよ、そんななるほど、あくまでやっぱその言語化して体系化されていて、で、こうフォームがやっぱり綺麗になっているっていうことでできるってことですね。はい、もちろん呼吸と姿勢が抜群に良くなってるんで、やっぱりそれがまず一つ美しいフォームを遂行するための方法なんですけども、まあ、それはもうもちろんそのメソッドを順番にやっていくことはもちろん重要ですけども、と同時に、まあ結局今の見ても分かるんですけど、すごいボールは行ってるんですよ、力んではいないので、正しい方もこう正しい呼吸で遂行できれば、正しいテンポで遂行できれば、誰でも例えばサッカー初めてやった人でも上手くなる方法ってもちろんあるので、ただまあ、それは久保建英選手がやったらその進化の速度はめちゃめちゃ速いし、それはもう進化の速度は もちろん各々の選手によって変わっていきますけど、ただこれやったら絶対上手くなるよっていう方法はあるので、もう、うん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 、それをまあやってもらうことができればちゃんと僕は間違いなく上手く実際になると思います。林舞希君も素晴らしいトラップとかしてましたから、ビタッて止まってましたからね。マイキさん、トランプ止まるようになったんですか？止まるようになったんですけど、油断すると僕の場合すぐ下向いちゃうんで、すぐ言われます。そう、あの、ね、林くんはね、ま、下向いちゃうんですよ。ボール見てないって言われて、もう止めようっていう気持ちが強すぎて、ボールめちゃめちゃ見ちゃうっていうのが、はい、その結局そのボールを見よう、こう止めるときにこうやってきたボールをこうやってボール見、こうやって見ると首が曲がると体がこう伸びるんで、はいはいはい、はい、だから首はもう絶対前後に振っちゃダメなんですよ。でもみんなボールを丁寧に止めようと思ってしまう、首をこうやって下に折るんで、ボール見なきゃと思っちゃうんで、うんうんうん、逆にボール止めるときは首は必ず横に振るんですよ。横しか振らないです。久保選手見た方が横しか振らないです。と同時に重心を上げて止めなきゃいけないんで、ピッとこう、うんうんうん、軽く上げてボールの上の半分を触れば、基本的に重心が上がってるんでボールは必ず真下に止まるので、これが言語化ってやつですね。止まるトラップっていうのは、そういうふうに説明しなきゃいけないと。いや、でもそれで実際止まりますから。あ、もう本当にここ、まあ、今年になって斉藤光輝選手ずっと横浜FC教えてますけど、はい、まあ、斉藤光輝選手もその動きながら止めるの上手なんです、めちゃめちゃ。だけど真下にこうピタッと止めるっていう、多分意識が今まで多分そういうことを言語化できてなかったと思うんですけど、はい、囲まれたら僕は真下のためっていつも言ってるんでしょ、うんうんうん、なるほど、はい、それはその瞬間に要するに周りに人がいると ちょっと多分林さんも分かると思うんですけど、囲まれた瞬間にこう重心下がるじゃないですか、ちょっと捉える前として、で実はそれ逆で、囲まれた瞬間に重心クッと上げて、まあ、久保選手も必ずそうなってるんですけど、重心クッと上げてボールの上半分下がって真下に止めると必ずボールビタッと止まるんですよ。で、止まった瞬間に周り3人いたら3人ともその瞬間に囲んではいるんだけど、誰が行くの問題になるんですよ、うんうん、これって横に止めたりずれた瞬間に誰かが去ればいいって相手は思ってるんですけど、まあ、僕ディフェンサーがよく分かるんですけど、ビタッと真下止まった瞬間に周りもピタッと止まっちゃうんですよ。あー、なるほど。で、その瞬間に体右左に振れって言ってて、いつも右左ステップ踏んでどっちでもいけるよってすれば誰も飛び込んでこないですよ。ボール触んなく、もう一回止めちゃったらボール触んないでいいと、まあ、それで空いたスペースにインで引っ掛けて運び出せって言ってるんですけど、うんうんうん、それはもう基本的に久保選手もそういうパターンってすごく多いんですけど、重心上げて真下に止めて横に外すっていう、はいはいはい、それはインで外すっていうのは結構多いんですけど、まあイン読まれたらインやめてキャンセルしてアウトにするんですけど、うん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 、サイドコーキー選手最近それがすごい良くなったんで、ボールロストめちゃめちゃ減ったんですよ。そういうその今言ったようなことを、その本人がうまくいってないことに対して僕が、あ、じゃあこういう風にっていう方法があるよっていうことを言語化してあげて、あ、そっかって納得した瞬間に本人はそれを取り組もうと思うので、納得してもらえないと取り組めませんから。なるほど、そこはすごく大事なポイントだと思いますね、納得してもらうってことは。うんうんうん、で、マイキさんちょっと伺いたいんですけど、はい、
こういう個人のトレーニングでチームだったらどうしてるんですか？いや、チームでこれだけこう綿密なというか、うん、トレーニングはなかなか見たことないですね。まあアカデミーレベルでは本当に、まあちょくちょく今ヨーロッパのそのアヤックスの僕がインタビューで話しましたけど、フランクライフっていう個人技術にこう特化するような個人トレーニングをで、こうした例があるからちょっといろんなところで徐々にやり始めてる感じありますけれども、チームでこれだけ、もうチームとして、うん、もう誰かが誰かのとこ行くとかで、うん、チームとしてっていうのはなかなか聞いたことがないですね。うん、はい。これでも、やった方がいいわけじゃないですか。でもチームで取り組む難しさみたいなのがあるわけじゃないですか。はい。それってこう、どういうジレンマの中で林さんやられてるんですか？いや、でもそこは、それが監督の役目じゃないのって僕は思うので、監督なんて、所詮は専門家をまとめる専門家に過ぎないわけですから。なるほど。で、分析する人がいて、で、中西さんのように個人トレーニングを教えていただける人。で、その中で、じゃあ、深くこうしよう。ゴールキーパーの合流こうしよう。ゴールキーパーはこれをやりたいから、こういうことしよう。相手チームの分析で相手こう、相手、対相手に対してこういうことをやりたいから、こうしようみたいな。じゃあ一週間の中でピリオドでスケジューリングをどうしようとか、負荷どうしよう。中西さんのトレーニングでこういうことやるから、それに沿った戦術練習をこの次の日とかにできたらいいねみたいなことを、するのが僕の役割だと思ってるので、ここはもう、僕はそれが仕事なので、できないと僕の仕事なくなっちゃいますぐらいの感じです。で、はい、逆にそのよくあるのがコーチがそのなんていうんですかのことと監督のことと、このバッティングしちゃうみたいな部分が、はい、あるんじゃないかなと思うんですけど、はい、その辺はこう技術論ってどうなんですか？いや、もうそれは実際のところすごい難しいと思います。パーソナルコーチ、フィジカルパーソナルトレーナーとかもついてしますけど、まあ、まだまだこの何ですかね、俺は知らない、わからないみたいなことを言える指導者がどうしても少ないっていうのは、もう、まあ、自分の威厳が落ちちゃうんじゃないかとか、自分と言ってることが違った時にし、みたいな。別に違ったっていいじゃないですか。確かに。話し合って、別に違うことを教えてもいいかもしれないし、そこで、あ、そういう考え方もあるんだってなることも、あるわけですから。で、何ですかね。僕は、中西さんのように個人技術教えられないので、教えられないことを教えられる方がいて、中野クラブを助けてくださるってことは、もうそれはもうお願いしますしか言いようがない。僕はもうありがとうございますしか、本当に言いようがないので、逆になんか、逆に何ですかね、そこ、中西さんはもう、中西さんが同じように、例えばゴールキーパーコーチではないわけですから。うん。で、中西さんはやっぱり監督ではないから、そこのコーディネートとか、じゃあいつ来たらいいのみたいな話とかは別に、感化してこう入ってこないじゃないですけど、それはでもお互いの仕事を分かった上でのもうリスペクトがあればいいだけの話で、これはだから中西さんはそこで、もし中西さんがこれ、いや俺はもうこの日しか行けないからこれに絶対もうこうだな、こうでこうしろとか言ったら話は別に、全然そうじゃなくて、ちゃんとこう話しながら、いやこういうこの日とかだと助かりますみたいな話をしながら、中西さんは僕奈良クラブの今の現状とか、ああ僕がやろうとしていることとかやらなきゃいけないこととかも考え見ながらリスペクトし合った上でこうやって来てくださっているので、そこにお互いのリスペクトがあれば全然いいんじゃないかなっていうふうに、もう僕は何か困ったことは一つもないですね。助かったっていうことしかないですよ助かったことがたくさんあるんで、もう、なるほど。やっぱ、はい、その辺のこう何ですかね、今後こうそれこそマイキさんみたいにそういうふうにこう、なんですか、自分の分からないことは分からないって言える監督が強くなっていく時代になりそうですよね。まあ、ヨーロッパの強いチームはそうですよね、実際。うん、そうだ、そんなすごい戦術家かって言われるとそうじゃないですからね。クロップがそんなトレーニングすげえいいのやってるかっていうとそうじゃないけど、まあ、トレーニングやる人がいて、分析する人がいて、コンディション整える人がいて、相手チームの分析する人がいて、リバプールに関してはもうセットプレー専門コーチとかもいて、うん、その各々がやりたいことを、各々の専門家でやりたいことを聞いて、だったらこれこうした方がいいね、こことこここうした方がいいよね、みたいなのをコーディネートして、チームとしてまとめ上げるのが今、監督、ようになってるので、少なくとも、ヨーロッパの第一線は。もうそれ、ほとんど社長みたいな仕事じゃないですか、なんか。
企業、まあ、そう、だからイングランドでは監督のことコーチって言わないでマネージャーって言うじゃないですか。あー、なるほど。英語でそれはすごい的を得ているし、うん、そのマネジメントするのが役割だと思っているので、それはクラブの規模が大きくなれば大きくなるほどそうだと思いますし、なんかでもそういう意味では日本ってまだこう監督がそういうステージに行ってないんじゃないかなって気もしたんですけど、どうですか。まあどうですかね、まあ、僕の印象でいうとやっぱりその怖がりますよね、威厳が落ちるんじゃないかとか、うん、自分が知らないとかわからないっていうのが言えなかったりとか、うん、ああなんだろうな、まあどうしてもいやなんかうちの選手変なこと教えないでくださいみたいな感じ、うん、その嫌う指導者の方すごい多いかなって僕は感じますけど、まあね、俺もちょっとずつこうやって、まあ、逆に今までそういうところでもう踏み込みまくってたパーソナルコーチもたくさんいたからきっと、うんうん、きっとあるから、でも中西さんのようにこうお互いリスペクトし合いながらこうチームを作っていける、チームを良くしていける方がいらっしゃればどんどんその辺も良くなるんじゃないかなと思うし、はい、逆にそうなっていかないといけない部分もありますよね。いや間違いなくそうですね、そのどうしても今の現状を見るとヨーロッパの本当に成功しているサッカークラブとかはそういうふうにマネジメントしてうまくいってますよね。あなるほど。そしてじゃこのまま最後のテーマに入っていきたいんですけども、もう終わりか。そうなんです、時間が本当になくてタイトなんですけれども、改めてこの、今回のイベントの煽りに使わせてもらったんですけど、日本人は本当にうまいのかっていうテーマについてちょっと話したいんですけど、これなんか結構、今の指導者もよく言う人いますし、で、技術、まあ、それこそ日本サッカー協会がまあ日本の、まあ、技術があってとかって言うし、こう、本当にうまいのかっていうのは、本当なのっていうのがすごい疑問として思ってる人多分たくさんいると思うんですよね。今日その辺のこと多分聞きたいって来てる人も多いと思うんですけど、改めてちょっとどうしましょう。先にマイキさんから聞いちゃってもいいですか。日本人ってうまいんですか。うまいと思います。おお。うまいと思います。うんうん。世界一うまいと思います。私、ただし書きをすると、ただしがついて、プレッシャーがないところでは。ああ、なるほど。それは、物理的な意味も、心理的な意味のプレッシャーも含めです。物理的なプレッシャーももちろんそうだし、なるほど、なるほど。そういうね、心理的なプレッシャーもそうです。もちろん、ただの PK でも練習の PK とワールドカップ決勝で蹴る PK は心理的なプレッシャーが違うわけですから、うん、僕は特にアンダーカテゴリーの見た時にいや本当に世界一うまいと思います。僕アスパイアカデミー、カタールのアスパイアカデミーで指導されてた方とちょっと話したことあって、日本人のことじゃなんであんなうまいんだと、はい、何をやってるんだみたいな、あれをやりたいって言うんですけど、僕はやめた方がいいと思うよ。だからすごいもっと大きな言い方をするとテクニックはありますけどスキルがないなっていうふうには思います。イングランドサッカー協会はっきり分けてて、テクニックっていうのはもうピッチ外の技術、ほう、なるほど、スキルはそのテクニックをピッチ内で発揮できるかどうか、はー、でそういう意味ではテクニックあるけどスキルはっていうのが現実だと思います。へえ、僕はそう思います。なるほど。中西さん、純粋なテクニックで言ったらマジで世界一うまいと思います。そのレベルだ。なんか中田秀俊とかも、はい、秀俊選手とかも言ってましたよね、本当にうまいと思います。なるほどね。プレッシャーがないところでは、そ、正し書きが入るってことですね。はい、中西さんはいかがですか、今、マイキさんの話聞いて。いや、僕は今回のこの動画で何も打ち合わせしてなくて、いきなりこれ、ドンで今やってるんですけど、はい、その林さんがそういう話をするって知らなかったですけど、うんうん、僕、全く同じこと言おうと思ってました。じゃあもう、それはもうね、ベンゲルが言ってたことなんですよ。もうね、それはベンゲルがもう、だそれはもうストイコビッチも言ってたことなんですよ。だ僕にとってやっぱりこう、ね、ストイコビッチとベンゲルっていうのは、もう本当に僕の中では、中西メソッドの中でもかなり大きな部分を占めてる方なんですけど、とにかく日本人は、サッカー、この技術はあるけどもっていう、
試合の中でそのテクニックを発揮するための、まあ、いろんな方法、特にコンタクトに合った時のクオリティの下がり方っていうのはすごい大きいっていうふうに話をしていて、だからコンタクトを受けながらその持ってる技術を発揮するのがスキルだったりするわけじゃないですか。例えば中田英寿選手がボールを持った時にコンタクトを受けながら逆に相手の力を利用してスピードアップしていくような、まあ、ドリブルのコース取りをしたりとかするんですけど、そういうその今林さんおっしゃったようにそのテクニックはまず身につけなきゃいけない、それはさっき僕が言った第一段階ですよ、これは僕の中で機械系って言われてるところなんですけ ど、まあ、機械メカニズム的にどうやって当たるのか、そこは日本人めちゃめちゃうまいと思うんですよ、でその次の段階、まあ、生態系なんですけど、つまり相手が来たらどうなるかって話したんですけど、相手が来た時にまあ、基本的に今言ったようにまずコンタクトがあったりとかした時にまず技術が落ちる、もしまあコンタクトがあったとしても技術が落ちなかったとしても精神的に自分がプレッシャーかかってきた側でプレーするようになってくると、さっきまあ林さんが言ったことの中で一つの答えで言うと、子供の頃はそれほど大きなプレッシャーを感じずにやってるかもしれないですけど、だん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 大人になるにつれて少しずつミスを怖がるようになるんですよね。で最終的にリスクを犯さない選手になってしまうんですけども、それをずっとこうリスクを犯し続けられるかってなった時に、だん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 それはなぜリスクを犯せなくなったのかってことを言語化できる人が嫌いので。なるほど。で僕は別に僕のその論理ではもうそれはもう解決してるから、も全く問題なくそれはリスクを犯した時に最終的にどうしたらいいかってことも分かっているので、まあ、そのプレーモデルのまあ一番分かりやすい例が久保選手だと思うんですけど、まあ、久保選手見たら分かると思いますけど、基本的に最後絶対こう相手に呼ばれてキャンセルするわけじゃないですか、でキャンセルできる持ち方をしてるわけですよ、キャンセルできる持ち方のトレーニングをずっとしてきているので、もちろん子供の頃はキャンセルはできたんですけど、ただそれが毎回できてたかっていうとそうではなくて、うまくいくときといかないときがあって、うまくいってるときはこうだよって僕が言語化して、あそうか、で左ではできてたけど右ではできなかった、利き足じゃないから、でも右足でもキャンセルできるようになりました、なんでかって左のやり方が分かってるから右もできるようになるっていう話なんですけど、その読まれたらキャンセル、あ最後は逆つくっていうことができれば、それはストイコビッチの法則なんですけどね、ストイコビッチは必ず切り返しがスーパーで、どんなにこうスペースがなくなっても切り返してパチってかわしちゃうんで、だそういうその今言ったようなそれがまあ林さんがおっしゃるスキルだと思うんですけど、最後に切り返しがあるとか最後にキャンセルができるっていう余裕があればシュートも実は力まないんですよ、力めないんですよね、キャンセルできる状態にしててシュート落ちに行ったりとかしたら悪いけど力めないんですよ、ってなったらもっといい人飛ぶようになるし、そこはもう全部セットなんですけども、まあ、今言ったように日本人は今やって技術は特に子どもの頃はあるけど、それをこうどう使うか、それをどうやって再現性を持たせるか、その時に最後自分の技術が読まれた瞬間にどうやってキャンセルするのかっていう、その姿勢と呼吸とターンの方法みたいなこととかを、まあ、うまく機械系、まあ、機械系から生態系、生態系みたいなのをこう順番にやっていければ、まあ、うまくいくよっていう話は、以前林さんとはしました。しましたよね。はい。し、まあ、その話で言うと、本当にこの前のホンダロック戦の水谷選手のゴールは、もう水谷選手は、その後話したんですよ。その僕はもう水谷選手はボール受ける前にチャッてこっち右目で見た時にあキャンセルするなって思ったんですよ、で逆に水谷選手にその試合後あれどうだったのって聞いたら、いやもう最初からキャンセルが頭に入ってた、もうキャンセルが頭に入ってたよって言って、それでキャンセルしてリアクしてもうお手本のようなキャンセルからインマギのシュートができて、それはもう水谷選手の中にもキャンセルっていう言葉とかそういうものがあったから、選択肢があったから、あんだけの普通のあんだけの大チャンスだったら、よっしゃ絶対決められる、よっしゃ行くぜってなるところを、あキャンセルできるっていうのが頭入ってて、しかもまあ監督である僕もあこれキャンセルするなっていうのをこう見た時にこう分かったから、もう持ってるなキャンセルって、だからなんか言わなくてもいいなと思ってほっといたらそのままキャンセルして打ってくれたんですけど、やっぱそういうのってどうしてもなんか今まではこうじゃあシュートができないって言ったら、ただ繰り返しこうやって練習を重ねていくだけで、やたらやったらとりあえず試してみて、偶然うまくいったものをこう経験として積み重ねていくみたいなのが練習でしたけど、まあ、中西さんの場合はそうじゃなくて、ちゃんと言葉にして伝えられるから、
言葉にして伝えられると再現性が生まれて、再現性があるから上達、論理的にちゃんと上達できて、ああいうゴールに。だからもうあのゴールは別に偶然でも何でもなく、本当にもうちゃんと理にかなってやってきたから、もちろんそれは中西さんの素晴らしさもそうだし、水谷選手実はあのコロナ期間で自粛中にずっと一人でもう中西さんのそのシュートをめちゃくちゃ練習してきてたんですよ。頃にはもうスーパーになってて、本当に、うん、みたいな感じになってて、うおー、力は抜けてるし、すげえなってもう言ってて、え、どうしたのって言って、いや、ずっと中西さんのそれをもうあの公園でやってて、一人でやってたって言って、そういう努力の、彼の努力の積み重ねももちろんあって、それはもう選手のね、選手次第のところもあるし、まあ、焚き付けられるかどうかは僕も必要かもしれないですけど、彼の努力が、もう最後は彼の努力ですから、それも含めて本当になんか積み重ねてきたものが現れたゴールになったので、うん、まさにおっしゃる通り、キャンセルっていうのは頭に入ってるから、こう力まずにできるし、最後まで選択肢を持ったまま打てるしみたいな。あの今の話をその達さんね、はい、日本人がそのどういう脳でやってるかっていうと、基本的にさっきの今水谷選手のシュートの時はシュートを打ちたいと思ってるんですよ。ゴール決めたいと思ってるんですよ。で、その状態だったらもうファーストプライオリティは、つまり1個目の選択肢はシュートじゃないですか、その瞬間。じゃなくて常に僕は選手に言ってるんですけど、2つ選択肢打つ瞬間もキャンセルという選択肢と打つという選択肢2つで、どっちがデフォルトなのって言ったら、必ず難しい方をデフォルトにしてるんですよ。デフォルトっていうのは、まず最初に自分が考えておくべきことは、まあ、デフォルト。まあ、つまり最初にこう意識しておいてほしいこと。別に、シュートはいつでも打てるんです。うん。だから、あの瞬間は、キャンセルがまず頭の中に置いておかなきゃいけなくて、キャンセルっていうのは頭の中にあってもシュートは打てるんですよ。だから、キャンセルもできたし、まあその後もシュート打ってたんですけど、例えば、まあ以前もちょっと話をしたんですけど、ゴール前のゴールエリアの付近でボールを受けたフォワードの選手がよく外すシーンとか、キーパーにぶつけるシーンがよくあるんですよね。ありますね。なんかクロスボールから走り込んできたりとか、その超決定機なのに外してしまうシーンがあるんですけど、その時にどうなってるかというと、ボールを転がしてるんです、基本的には。だから、ゴールエリアでボールをもらった瞬間に最初に考えることは、キーパーがすごい近い位置にいるし、ディフェンスも近くにいるんで、デフォルトはループなんですよ。で、浮かすなんですよ。ちょっとでも浮かせば入るんですけど、ほんのちょっと浮かせば入るんですけど、それを最初から早く決めたいとか、シュートを打ちたいっていうことじゃなくて、シュートキャンセル、そこはシュートキャンセルがファーストプライオリティじゃなくて、第一希望じゃなくて、そこは浮かすがデフォルト。で、流し込むがもう一個みたいな、そういう常に二つ選手にどっちってなった時に、ゴールエリアの近くは必ずデフォルトは浮かす、二つ目は流し込むみたいに、そのいつも選手に対して二択に僕してるんで、それがそのさっき言った、その林さんがおっしゃってた、その日本人がその力技術を発揮するときに、こう頭の中にある一番こううまく活かせる方法のための一つの方法、うん、もちろんもっといい方法あるかもしれないし、これは僕は参考のまで聞いてほしいんですけど、どっち必ず二択にしておいて、難しい方をデフォルトにしておいた方が確実にそれは難しい方が来ても慌てず遂行できるわけじゃないですか、うん、ということを僕は選手に、まあ、伝えているというか、その方法の方が多分間違いは少なくなるよっていうことは言ってます。なるほど。もう今すごい聞いてて思ったんですけど、今日、まあ、技術論っていうのが、まあ、テーマになってますけども、こう改めて考えると技術っていう言葉自体がもうなんかすげえふわっとしたものなんだなっていう感じがしていて、何をもって技術なのかっていうのがちょっと日本のサッカーの場合定義されてないなって話を聞いて思ったんですけど、野木さん海外生活も長いと、そういう部分ってこうさっきもうすでにイングランドの場合はまさにテクニックと、まあ、スキルっていうふうにもうすでにそう分けて考えてるみたいなとこあったんですけど、日本サッカーってやっぱそこの部分の言語があんま足りてないんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？そこもそうですし、結局だからそうやっていつもこうやって切り離して考えちゃうから、ああああああする気も、そもそもじゃあそのパスミスでも、まあ、疲れててミスったのかもしれないし、
それこそプレッシャーを感じてミスったのかもしれないし、もしここに出すっていうそのものの判断がもう間違ってたのかもしれないし、それ頭と心と体っていうのは常につながっているものだから、技術っていう言葉を言った時にみんなどうしてもこの足先のものだけを考えちゃいがちですけど、あくまでも技術っていうものの裏にもいろんなものがこうつながっていて、それつながってる中に技術っていうものがあるんだっていう意識はどうしてももうこうやって取り出してってなりがちですけど、そういう意味では技術、その中西さんは技術論って言ってますけれども、これはでも、あ、なんだろうな、まあ、技術はよく子供の頃から教えた方がいいみたいな話にもなります。逆に中西さんだってこう大人の方が向いてるんじゃないかっていう思う部分もあって、なんでかっていうと大人になればなるほど考えすぎたり変なプレッシャーを感じたり失敗をされたりとか無駄な責任を感じたりとかするわけじゃないですか。大舞台っていうのが用意されちゃったりとか、感情の振れ幅が大きくなって、でそうすると力んだりとかミスが大きくなって、大人にでそういうことも含めて中西さんは作ってくださってるので、逆に大人になればなるほどすごいしっくりくるし、まあ子供はないじゃないですか、責任感じたりとかプレッシャー感じたりとか、それはある意味すごい下のカテゴリーでは日本がすごい強くて、でトップのトップになると勝てなくなっちゃう理由の一つかもしれないって僕は思ってて、あのある日本の大会でアンダー14の大会見に行った時に、いやこれ世界一レベル高いよって思ってなるほど、アンダー14とかだとクラブがもうバンバン勝っちゃうじゃないですか、向こうのクラブに、ヨーロッパにとってなのだろうとレアルマドリードだろうとバンバン勝っちゃうんですよ、アンダー14ぐらいの世代だと、うんうん、いろんな原因があるでも、そこで体の大きさがガクッと変わるとか、あ、いろんなことがあると思いますけど、そのうちの一つとしてやっぱりその感情のコントロールなものを、うん、どうしてもできなかったり、それを改善する機会がなかったりする部分があると思うので、中西さんの技術論、本当に技術、その何だろう、テクニックだけっていうふうにはこう捉えてほしくなくて、そこを全部踏まえた上での技術論なので、すごい広いしすごい大きいし、でもすごい理にかなってるし、でだからこそ、なんか技術っていうとドリルだからちっちゃい子からやるみたいになってますけど、奈良クラブっていうそのもう30を過ぎた選手もたくさんいる中でもすごいできるし、なんならアカデミーコーチっていう引退した選手たちがたくさんいる中で面白いって言って上手くなるわけじゃないですか。うん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 。が一番大きいのかなと思います。なるほどね。いや今の話すげえ腹落ちしたっていうか、めちゃくちゃわかりやすかったです。ありがとうございます。今中西さん伺ってていかがでしたか。もうまさに その通りって感じですか。もう技術っていうのはその今言ったように子供の頃からまあもちろん身につけた方がいい、それはさっき言った機械系メカニズムの部分はね、そのフォームとかは身につけた方がいいんですけど、だんだん相手がすごくなってきて、子供の頃は自分が身体能力高かったら分かりやすい例で言うと身体能力で抜けちゃってる部分があるんですけど、だん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 相手に身体能力が上回られた瞬間に、じゃあ技術どうやって発揮するのってなった時に、今まで使ってた技術は使えなくなっちゃうんですよ結局、うん、だからそれが今最後に言ったそのキャンセルのこともそうですし、あとは考え方で逆に、読まれたと思うんじゃなくて食いついたと思えばそれでキャンセルした瞬間にこっちは逆取れるわけですから、なるほど、 その思考を要するにこう必ず技術と思考はセットなんですよこれ。だから選手に僕は技術は教えてるんですけど、この技術を発揮するときはこういう場面でこういうパターンでこうなった時にっていう全部こう設定してあげてるので、だからそうしてあげると子供たちはもしくはその選手たちも、僕もその実際そのプロの選手でもそれでいきなり変わった人もたくさんいるし、考え方はもともと持ってる技術だけで、要するにこう考え方変わっただけで、あ、その時にこれやればいいんだ、あれやればいいんだって分かっただけで、発揮する場所は分かっただけで、あと発揮するタイミングが分かっただけで、あとデフォルトを何にするか、最初は切り返しなのかキャンセルなのか打つのかみたいな色々あるんですけど、それが変わっただけで今まで持ってた技術だけでもガラッと変わったりするんですよ、うん、まあそれはまあ僕はうまく説明で、もう言語化もできて説明もできているので論理化もできているので、まあ多分その林さんは実際僕の練習見たりとか、それからそのやってもらったんで分かると思うんですけど、その時に必ずコーチの人とかいろんなこと言い過ぎちゃうんですよね、指示を、アドバイスを。で僕は必ず1個しか言わないんですよ。
そのどこをこれやってって一個だけ言って、例えば林さんだったらじゃあ、まあ、シュートを押すときに片目つぶってって僕は右目つぶってって言っただけでシュートは良くなったんです、うん、そういうこともあったんです実際。だからそういう一個だけこう何か与えたことによって、え、こんな変わっちゃうのみたいな、そういうところをやっぱりコーチが探してあげなきゃいけなくて、それを1個、2個、3個いっちゃうと、あとその時に伝えるときに感情がこっちが入ると向こうは受け入れないので、うんうんうん、こっちはめっちゃフラットにこう伝えるっていうか、伝え方もすごく大事だと思いますし、そういうことはやっぱりもっと簡単にこういろいろ変えられるきっかけになると思いますけどね。なるほど、ありがとうございます。あ、ちょうど9時になってしまったので、第1部の方は以上というふうになります。